おはようございます、藤井です。今日はですね、かねてから僕はキャンプをやりたいとずっと言ってまして、ついにデビューしようと思いまして、今日はヒマラヤアウトドア岐阜という東海地区最大級のですねアウトドア館がオープンしましたので、見てください、この隅から隅までアウトドアのね揃ったこのビッグ施設で、今日僕のキャンプデビューのためにですね、キャンプ用品をまず揃え、デビューするところまでお手伝いいただくことになりました。Have you heard about summer snow?When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. ただですね、さすがにちょっといきなりソロは心配なので、今日はスペシャルゲストのお二方お呼びしています。まず一人目はこの方です。池下で、僕の行きつけの利き屋さんという和食屋さんがありまして、そこの大将でありますマサさんです。どうぞ。おはようございます。おはようございます。マサさん、なんで今日お呼びしたかと言いますと、キャンプ界隈では有名な方でして、キャンプ歴9年ですか、はい。毎週のように今も行かれているということで、僕初心者のザ初心者なんでプロフェッショナルのマサさんにですね教えていただきながら今日はデビューしたいと思いましてお呼びしました。今日はよろしくお願いします。お願いします。もう一方スペシャルゲストがいます。その方はですねモデルタレントとしても活動されてまして、ラリー選手としても活躍されている、女性の方です。アンリさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中島アンリです。今日はもアンリさんにはアシスタントとして、まあ僕と一緒でほぼ素人ですね。はい、ほぼじゃない、ど素人なんで。ど素人です。じゃあもうマサさんの方に、教えていただきながらキャンプの魅力伝えたいと思います。よろしくお願いします。これこの服もめっちゃ可愛いね。ファッションも楽しめますね。ねえ、いやなんかすげえ、めちゃめちゃこんだけあったらもう選べんすね。すごいね。靴もね、種類がすごいあるし、これ普段着でも全然いいですよ ね。今ね、アウトドアそうですよね、結構ウェアとして普段着ちゃいますからね、うん、この細かいものがあるとこから、うん、わー揃ってますね。わーすごい、こんな一つとってもこんな種類あるんですね。これあの焚き火用のあのギアじゃないですか。そう、これあの火起こしてあのふーって吹くと服がつく。あ、服の、うん、お、ほんとや。そうそうそう、ほんとだ。結構楽しいですよ。こんな風になっちゃうの知らんかったですよ。こういうのも使うんですか。これ焼き鳥焼くやつですか。そうです、これソロキャンプ用のあれかな。マサさんはソロキャンプじゃないですか、今。テントは大きいんですけど、ソロキャンプ。あ、じゃあソロキャンプ、こういうのちっちゃいやつ持ってるんですか。そう、小さいの持ってるし、大きいのもありますけどね。まあその用途に合わせて買ってますね。これだからいろんなブランドが同じものを出してるんですね。うん、この辺のすごい種類ありますね。え、これなんすか。これあれアラジンから出してる。これ電気つなぐやつですか。これあれじゃないですか。アラジンなんだ。カセットコンロの最新バージョンじゃないですか。え、これめっちゃかっこいいじゃないですか。ね、本当だ。すげえすげえすげえ。そう、やっぱね、どうせあんならね、シャレ取りたいんですよ。まあ、この辺じゃないですか、その料理用のね。すごい、鍋とかフライパンとか。すごいね、これ。めっちゃ米炊いたら。美味しそう。美味しそうだよね。おー、これ、米炊くんですか。ね。じゃあ、マサさん、このひときわ目立つ、これ、なんすか。サップかな。サップってあの海みたいな、海とかでこうやってやるやつじゃないんですか。そうそう、立ってこうやるやつ。結構湖のねほとりでキャンプするときにこれ持ってって。あ、川じゃなくて。そうそうそう、湖とかで。湖か。結構ね、そういうことか。琵琶湖とかで今キャンプ場がいっぱいあるんで、
そう結構やってる人多いですよ。いやでもだいぶすごいでしょ、こんなんとかだって、ね、展示してあるのがいいね、この大きさが見れるじゃないですか、ね、サイズ感もでも、うん、キャンプといえばテントがいると思うんです、はい、テントもなんか種類めちゃめちゃあるんで、ちょっとね素人の僕にはわからないの。ただ僕ちなみにコールマンは知ってますね、このメーカー名は知ってます、うん、けどこういう細かいものこのイメージなんですよ、テントのイメージないんですよコールマンに、うん、だからテントもあるんだなと思って。これは広いんですね、ちょっとソロには大きいかなでしょうねこれソロは寂しいな、ファミリーファミリー系でしたら、ね、3つ、4つ、4人ぐらい楽勝でいけちゃうし、うテントいろいろ見てみましょう、はい、せっかくいいね、いろんなとこが出してるっていう、うん、あるからね。コールマンの次はこのビジョンピークスって、あこれねヒマラヤさんのオリジナルアウトドアブランドらしいんですけど、うん、なんかねこれめちゃ立派なんですよ。いや最近ね手に入らないらしいですよ。これだいぶでかいでしょ。でかいね、広い。でもこれ建てようと思ったらすごくそうですよね、労力が。まあそれも楽しみなんじゃないですか、これ一人で行けますね、難しそうですよね。多分ねあのこのトンネル型のテントはね、あの一人でも多分できますよ。本当ですか、うん、まあ慣れたらですけど。これだから全部ここまでが、うん、ワンピースで作っちゃって、うん、プラスでこれをつけるってことなんですか、この屋根的なもの。あそうですね、上に多分かぶしてるんで。ちょっとね、そろそろ僕もテントいっぱい種類あるんで、うん、どういうのがいいかなと思って、なんかね、ちょっとおすすめをね、マサさんに、あ、見に行きましょうか。ね、選んでほしいんですよ、ね、うん。こうね、見ても、もうありすぎて、選びようがないんですよね、正直。ね、でもなんか、ヒマラヤさんのこのオリジナルのね、ビジョンピークス、人気だっていうことなんで、ちょうどいいテントあるんですか。どういうのがいいかなと。あれなんかですか、これですか、うん、かっこいいし、おお、すげえ。で見たやつなんですけど、ちょうど一人ではね、うん、2人だとねちょっと大きすぎるから、うん、1人2人用ぐらいじゃないですか、余裕持ってね。そうさっきよりもね一回り小さい感じなんですけど、ちょうどここにテーブルもやっていいんじゃないですかね、これ、うん、雨でも大丈夫、そうかわいいし、うん、ね、なんか3個なんで多分簡単に設営できると思いますよ。そこ大事っす、うん、そこ大事だよね。どうなんですかね、サイズ感が僕分かんないから、マサさんから見てこれ僕の体的にこのサイズどうって。藤井さん大きいですからね。これぐらいのどうなんですか、こんなもんなんですか。あ広い。えちなみに藤井さん身長大体これ83ぐらいです。あこれでいいんじゃないですか、これすごいいい。えこれにしようかな、決めますか。なんか今までで一番しっくりきてるかも。ぴったりだと思うんですよ。やっちゃった。なんかめっちゃ可愛いのあるし。お。あ、可愛い。しかも何？北海道？デザインすごいですね。え、可愛いね。へえ。味噌塩醤油。え、こういうのもなんか三種類あるんですね。でちょっと今回突然なんですけど、まあ、今からキャンプ場行くじゃないですか、うん、そこで、まあ、一つ企画がありまして、うん、今から3人でキャンプ場に行ってこのラーメンを作ってもらって、うん、誰が一番おいしいの作れるかという、うん、勝負をします。どっから出てきたちょっとフラフラしてたんですけど今ここでじゃんけんをしていただいて、でじゃんけんで一番勝った人からこれ味が味噌塩、醤油ってあるんですね。なんでこれがいいんじゃないかみたいなのを選べる選択権を得れます。なるほどね。でこの後にスーパーに皆さんで行くんですけど、はい、そこで買う金額っていうのが一番じゃんけんで勝った方は具材料金500円、はい、2番目の人は800円、はい、で、まあ、一番負けた人は1000円っていう予算を持って、はい、負けた人の方がいいもの作れるってことね。最初はグー、じゃんけん、はい、なんてもう俺いい手足選ばんでも持ってますね。なんかもうキャンプだったら俺これがいい。なんか味噌とか、あ味噌、なんか
こういうので作ったらうまそうだね。うまそうやね。で、あの次は誰ですか？じゃんけん。あ、じゃんけん。あ、じゃんけんで。2位は？2位は800円です。800円で選べるよね。で選べる。はい、オッケーです。最初はグー、じゃんけん。あー、負けた。あ、負けた。1000円だ。そうだよ。勝っちゃった。これ負けた方がいいやつだった。そうっす。まあ、なんか北海道といえば塩かな。なんか。じゃね、美味しそう。醤油でね、うん、まあまあまあ、じゃあ塩でいこうかな。どれ食ってもうまいんでしょうけども。ねえ、私味噌。これそもそもスープが、会場に、会場キャンプ場行って、でもうね、あのテントも買ったことだし、あとはうまいもん作るだけなんで、はい、負けませんよ。いきます、頑張ります。なんとヒマラヤさんの方からですね、こちらの2つ椅子をプレゼントしてくださるということで、じゃあちょっとこの椅子はどういう椅子かを説明していただきましょう。はい、キノコに強いキャンバス素材を使用している座り心地のいいローチェアとなっております。ご応募お願いいたします。詳しくは概要欄の方に貼ってありますので、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということで、キャンプ場に今無事着きまして、ちょっと天候の方があんまり良くないので、マサさん、こういう時はどういう風なんでしょうね。僕はちょっともう天気悪いイコールキャンプやれるので、とりあえずはタープ立てて、でその下でまた用意ができるから。タープっていうのは何ですか？屋根ですか？屋根みたいなの、いわゆる日よけみたいな感じですね、うんうん。まあ、今日の場合は天気があれだから雨よけになるのかな。はあ、はあはあ、うん、初めましてのタープをちょっと立てます。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。タープを広げると濡れちゃう。そんな奥に、今日人数がいるから、まあ、本当は一人で立てるやり方もあるんですけど、まあ、とりあえず一人こうやって、まあ、こうやってぐらいで、まあ、最初はね、こう適当ではないけど、仮止めみたい。仮止めで45度ぐらいでいいんだった。じゃん。これでいいのかな。もうちょっとまっすぐに。ちょっと斜めすぎですか。あんま斜めすぎるとね、今度浅くなっちゃう。なるほど。ちょい斜めぐらいで、これぐらいで。じゃあもうちょっと、もうちょっと、あんまピンピンにあるとこあるかな。まあここまでいいかな、とりあえずは。 OK です。で、まあ、ここまでができたらもうほぼ大丈夫なんで。危険危険。 OKOK、 ね、うん、とりあえず仮止めなんで。で、今度またできましたね。できた。嬉しい。ヒマラヤさんでさっき購入したテントですか？あ、あれです。お、さすが。嫌いよ。嫌いよ。テント嫌いよ。最悪だよ、お前。おりゃ、ほら来たよ。重たいですか？まあまあ重いね。こういうシーンにしてくれることがあって。あ、多分そう。ほらほらほら、もうぜひグリーンパターンね。持ってるんだ。これはめてくるんですね。これまあ長いです。まあ長いってことはテントも大きいですね。はい、できた。これはもう端からやってる。そう端から。あとはこれ自分でやんなきゃいけないんだ、ね、誰もいないと。そう、これ一人でやるのまあ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 面倒くさいですよ。まあ、でもちょっとすごいこれコンパクトにできるんで、やっていくわけです。これ考えられてるから多分やりやすいと思う。ここに入れて、まずここに入れて、これそうそうそう、これができてるんで、これにかぶせるような形でさっきのアーチ状に。ああ、そこはちょっと作ってる。こんな一手でやるの、なかなか力仕事。よし、じゃペグを持ってきましょうかね、とりあえず。どうでした？意外と力仕事。マジで応援しかできない。
ゴム箱も新品じゃない本当に全部買ったばっかっすよ。ほら、あ、それ行きましょう。立てる前に、はい、もう横でいいんで寝かしたまま、寝かしたまんまこの角度決めて、はい、これだとだからこことこの辺がいいかな。ちょっとまっすぐとね、はい、でもここでペグ打っちゃってます。あ、ここに打つんですか。もう打っちゃってます。これほぼまっすぐでいいんですか。こいつほぼまっすぐです。一人の場合は、はい、もう先にここをこの辺、ここもう仮仮止めしとく。そうすると、多分綺麗に貼れると思うんで。OK。で、おお、とりあえず完成。はい、できた。できました。よっ。で、これね。それでさっきのアップで跳ね上げポーズ。こっち？こう通して、そうそう、先通して、これさっき外したやつを上にやって、はい、もう完成しました。これでね、一応完成で、ただ本来なら宿泊する用の人っていうのはインナーテントを入れて、本当はこっちを開けなきゃいけないんだけど、今日はまあデイキャンプ泊まらないし、デイキャンプということでこの形で今広く使えるようにこのタープもあるんで広く使えるようにこっちを開けました。本来はこっちですよ。けど今日はこれでちょっといい感じにやっていきます。男のロマンの秘密基地感がこれ今ある感じで、これついにできたんでテントが。じゃあさっきのちょっとね納得いってないけど500円しか食材買えなかったあの例のやつ、料理対決というかラーメン対決いきましょう。1000円分買ってきました。調理するものはありません。で、僕はい、僕は材料はアサリとな感じです。わかりました。はい、じゃんけんで一番買ったおかげで500円なんだね。500円だよ。だけど、なんかちょっといい感じな気がするの。ちょっとね、ビニール袋でもケチってみました。これでね、味噌ラーメンのイメージがあるでしょ。ちょっと起きましたね、すごい。もうね、これはもうちゃんとやるよ、これ味噌ね。いいね、頑張ります。お願いします。はい、豪華なやつ作ります。お願いします。豪華な醤油ラーメン。わー、すごい。プロだ。これ見て、これを、はい、ちょっとゴロゴロタイプというか。そうそうそう。で、これね、余らせないように全部入れますから。すげえじゃん。おお、すごい。火が熱いってことだよ。なんか、これ麺と、こう。スープ。1人前、2人前やりたいね。が入ってます。あ、麺？風がマジやばい。杖向きじゃない天気なんだけど、今日。やばいね。嵐になってきてるから。本当だ。弱火でコトコトしたい人変わって。かわいそうだからちょっと手にしようか。やばいの。いや、まずさ、僕はこれでいきます。いや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 、これマジでうるさい。すごい。おー、なんかもう音が違うよ。逆に火強すぎて焦りが塩コショウってアニさん、早速麺を投入して、はい、そうです。後からすげえすげえ油もほぼ出来上がってるんで、アサリの出汁がニンニクで上手、もう完璧だよ。完璧ですね。お、醤油ラーメン。じゃあ僕塩で入れる。いやー、海苔で完成です。海苔でかいけどごめんね。おいしそう。塩、アサリ塩ラー。案外豪快な盛り付けをするんですね。はみ出る感じで。藤井さん、アンリさんのめちゃいいおしゃれです。盛り方おしゃれです、おしゃれ
え、これ森川下手なの？わざとです。なんでこれまずそうじゃないこれ。完成完成できた。醤油ラーメン美味しそう。豪華。2人が完成しましたので、まあ試食味比べで、はい、行きましょう、はい。じゃあまずマサさん、どういう風な。僕はね、塩を生かして、海鮮のアサリとちょっとニンニクを入れて、で九条ネギの、まあ、あっさり系のアサリラーメンにしました。じゃあ、ねちゃんどうぞ。はい、これはデラックス醤油ラーメンです。こちらも九条ネギと味付け海苔、メンマ、煮卵、あと分厚い厚切りのチャーシューが入ったデラックスな。素材を殺した醤油ラーメン。文句なしなはずです。はい、スープがなんかもう、スープ美味しそうだよね。美味しそうな感すごい。よっ。いただきます。どうかな。どれどれ。あ、もううまいし、すでに。うまいね。美味しい。っていうかスープうま。ね。麺細麺でうまいね。細いからこのスープと合うって感じ。これキャンプで食ってるレベルじゃないうまさ。そこインスタントっぽくないね。なんかちょっと甘めっすね。これチャーシューの甘さだよ。ちょっと大事なラーメンをチャーシューの味で食うのやめてよ。味変えろ。ちょっとデラックスしすぎてデラックスの味がみんなするね。いろんな味がする。いろんな味がする。これ名付けるヒグマンマ殺し。ヒグマンマ殺しラーメン。言えない。味と素材を殺さないようにね。ちょっとじゃあ僕今からでも生かしてくるんでちょっとゆっくりしとってください。はい。僕は散々言ってバシッと。ここまで行ったら、ね、バシッと作ってくるから。まだこれあれですもんね、スープも何も入ってないです、ね、そうよ。これ麺のふりしてこれもやしだから。塩と醤油はもう作ったんで僕がじゃんけんで買った味噌ですよ。500円しか使えない条件になってまで取った味噌なんだよ。これはちょっとね、美味に作り上げましょう。お願いします。できた。できたよ。キャンプ飯。ザヒグマンマ味噌だ。いや美味しそう。締めは僕の味噌なんで。あ、めっちゃうまそう。どうぞ。いただきます。いただきます。うん、美味しい。美味しい。ニンニク効いてる。うん。もやしシャキシャキ。うまくないですか普通に。うまいね。ね。うん。うん。麺もちょうどいい。ほら、硬さも。やっぱこのデカめの肉とデカめのニンニクがいいんですか。うん、あ、スープがうまい。これちょっとピリッピリッとしてるかな。そうですね。ね。うん。うん。500円だったら丸ですよ、うん、めっちゃ美味しかった。やっぱりね、金に頼っちゃいかんってことだね。そうかもしれないですね。やっぱお金に頼ってね、味のついたチャーシューとか入れるとね。喧嘩するっちゅうことだね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今ね3つ3種類おのおの作ったわけですが、一応ね、まあ形状ですよ。形状誰が一番美味しかったかっていうことだけはちょっとまあなんだろう、まあ実質2人の戦いにはなると思う。誰だろう。まあだけど一応やりましょう。一応ね、いいですか、挙手制にします。塩が美味しいと思った人。おお、この2つの勝負で塩が1人だったら、あ、ごめんごめん、入った。じゃあ次こっち聞いて。醤油が美味しいと思った人。はい。おい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 。まさかの味噌が美味しいと思った人。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、1対1の
引き分けということで。これでも勝負つかなかったですね。まあでもこれ正直、全部美味しかったっす。北海道の、まあ、食材というかね、材料のみで作られてる北海道のラーメンなので、同じものをね、なかなかこの食べようと思ってもね、食べれないんですよ。だからキャンプとはいえ普通には食べれないちょっと贅沢ラーメン食べたいという方っていうか、ぜひ食べてみてください。違いがわかるということで、今日の勝負は引き分けということで、皆さんおのおのアレンジして食べてみてください。じゃあ今日はお二方ありがとうございました。ありがとうございました。で、僕もね、アンリちゃんも初めてのキャンプということで、どうでしたか今日は。いや、テント立てるところからすごい楽しくって、こう一体感が生まれるというか。ああ、まあね、やっぱあれですね、一緒に作ったりして、なんかそういうのもなんかキャンプならではの醍醐味というか、うん、なんかね、楽しかったね。料理とかもね、楽しかったですね、うん、そうそうそう。で、マサさん、今日は僕ら初めてのキャンプだったんですけど、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、このスーパー素人2人を相手にするこのデイキャンプは。いや、まあ、まあ、テントが良かったからかな。あ、このテントですね。いや、ほんとね、このテント、僕もテントいっぱい持ってますけど、はい、コスパが安いですね。あ、値段見て驚いちゃったんですけど、思ったよりもすごい安くて。なるほど。のかつちゃんとね、しっかりしてるんですよ。このメッシュも二重になってるし、メッシュ、こんなにメッシュもいっぱいついてるし、で、ベンチレーターで空気抜けるとこもちゃんとね、あるから、ここで例えば小さい暖房を使っても、まあ、安心な感じもあるし、結構この初心者でももうすぐ建てれるし、これいいテントだと思いますよ。おお、じゃあもう、うん、ビジョンピークス間違いないってことですね。ね、僕も欲しいです。ヒマラヤさんに売ってますので、しかもこれ以外もいっぱいね、ありましたね。あったね、これの大きい、もっと大きいやつも。そうですよね。なんか、あれもすごかったですね、うん。何から何まで揃うんで、うんうん、ぜひ、ヒマラヤアウトドア館にも、ね、皆さん行ってください。またぜひね、ちょっと成長してね。やりたいです ね。成長していきたい。成長して、今日は初だから、ね。そうなんです、うん。なんで、まあ、いずれね、僕もアンリちゃんも一人でこう立てて、はいはい、マサさんも一人で立てるこの状況でうまく何かやれたらいいですね、はい、ぜひぜひで、ね、よろしくお願いします。楽しみにしてます。楽しみ。ありがとうございました、今日は。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ではまた、バイバイ。